あ、どうも、福耳まこさん。まこさん、どうぞどうぞ。大阪王将さん、こんにちは、中まの人こでさん。す。いつもお世話になります。そうですよ、今度大阪王将さん、あれじゃない、福耳ラジオにさ、餃子送ってくださいよ。ですって、いいですか？はい、喜んで。この間、チョッパーの帽子送ってましたよね、ジーンズメイトさんそうそう、ジね。ーンズメイトさんね。チョッパーの。どんどんなんか福耳をこう、中核としていろんな人が絡んできてねえ、さ。大きくなっていって。そうです。向かいクラブと同じ回線にならないようにですね、私は e モバイルで配信しておりますので、ブチブチ切れておりますが、ごめんなさい。昨日はですね、アイスリボンっていう、こちらのカメラ、公式のサブチャンネル、あっち公式音サブ声チャンネル。もうこの場で、公式サブチャンネルです。こっちは非公式裏チャンネルでございます。今から大阪王将さんがですね、餃子を作ります。お、眞子さん人気あるね、やっぱりね、さすがですね。今日来たんですか、大阪から？今日。今日来ました。今あ。日帰ります。私はああ、すみません。僕、名刺ないんですけど。ああ、いい担当、佃でございます。あ、セルです。どうぞ、よろしよろしくくおお願願いいいたします。なんか大阪王将さんで、なんかユーステリーもしようよ。もう今度、今度ね、でも番組を持つんですよ。番組持つ。なんと。私のカメラで配信するだけなんで、ちょっとうちで持ってるサービスと絡めて、やろうかなと思ってます。僕、今度、あれです、ロイヤルホストさんの、はい。裏チャンネルっていうのやります。向かい屋さんとですね、ロイヤルホストに行って、注文をして食べてるっていう間にいろいろトークをして、そういう番組をちょっと。いいですよ、いいですよ。だからそれですよ、それ。だから僕のチャンネルは基本的にですね、裏番組中心にやってるので、これ裏向かい屋クラブね。福耳ラジオさんも、裏耳ラジオとか言ってますから。はい。そう、今日は、裏井役だ。向かわない。裏井役だ。裏井役だ。ということでございます。あ、まこさん、今日カレーですか、行ってんの。カレー、ん？カレーは明日でしたっけ。うどよしさんのなんかね、今日は熊本でうどよしさんなんかですね。これ何気に160人ぐらい見てるんですけど。どうも。よろしければね、私のですね、上にコミュニティがあるんで、それもポチポチ押しといてくれると嬉しいですね。お暇な方は、ピッと。それから画面のですね、この辺にですね、ツイッター部長、恐れ入り子たちが買えますんで、ポチッと、ぜひ買っていただけるといいかなと思います。で、隣はヨッピーのですね、ツイッターはラジオだっていうのも置いてますんで、そこも、この辺ですかね、ポチッとしていただくと。ありがとうございます。よろしくお願いします。その種銭でですね、私活動費用にしておりますので、よろしくお願いします。まあ、というわけで、こういうふうなアイスリボンの皆さん、ぜひ、毎週金曜ですかね、19時女子プロレスっていうのが、これです。帯広さやかちゃんが代表の19時。昨日なんと私がゲストで出てましたので、よろしくお願いします。どうぞ。いや、僕は e モバイルなんで大丈夫ですか。はい、裏家クラブ、いろこそ。裏向かい家じゃない、向かってない、裏家クラブ。裏いやっていう。裏いやクラブ。はい。裏がお好きだようでっていうか、ほら、出た、裏耳ラジオとか。今ですね、いろいろ考えてね、本放送の裏をやった方が、ビューアーが稼げるってことに気づいたんです。
なるほど。でみんな2画面にするから、そうするとわざとですね、裏をやると僕のあのチャンネルが人気になると。ほら、可愛いですよね、この人ね。だからなんかカメラ映るだけいいって言って本人ダメみたいなこと言うんですよ。カメラ映りもって言ってるんですよ。で婚活中って言うとそんなことあんまり言うもんじゃないってさっき怒られちゃった。ねえ、だって婚活中とか言ったら重いですよね。いや婚活ユースといや婚活中って言われたらなんか付き合うのに、ほらやっぱり婚活中って言うと回線乱れるんだよ、ほらあーなんか、あーそれ、あーほらほら、それってあれですよね、これユースト側の問題ですよね。あ、そうなんですか。違います。知らない。このね、赤点滅はすごいやばい時で、うん、なんか下手に止めるとなんかくるくるだけで残っちゃったりとかあるじゃないですか。うんうんうん、なんかそんな事故が起こるとき、なんかこういう赤点滅。へぇ、あ、どうもはじめまして。はい、ではお世話になります。どうもありがとうございます。もう始めてる。でもまだ食べさせませんからね、皆さん。なんかちょっと焦げ臭いですけど大丈夫ですかね。新品なんでちょっと、ね、あ、まあ、気を入れてね、新品はね。いや、もうここ包むところから、ミュージシャンの皆さんもですね、はい、大変。うわ、待って待って、これは全国放送で、すごい世界チャンネル。